まずインターホンせよな。インターホンして玄関、俺ま行ってやるからな。顔見せろこれ。やかましい顔見せろ。顔見せろ。組長リアズつきてるよ。誰が誰がリアズつきてる。インターホンなんか消してないよ。普通に来ればいいじゃん。リアズつナイトが来てるってこと。ナイトの知り合い、それつまんないな。ナイトが来ないと。ナイトの知り合いって誰だよ。誰。いや、インターホン押せばいいじゃん。俺ジョートロックじゃねえんだから、まあ、リアズつでピンポンしてこいよ。インターホン押せよ、とりあえず。とりあえずインターホンせ。まずインターホンせよな。インターホンして玄関、俺ま行ってやるからな。そしたらインターホンしてこい。とりあえずとりあえずインターホンせ。俺ん家来てんだったらインターホンせ。さあ、誰だ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 、こんな顔見せろ。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 これやかましい顔見せろ。顔見せろ。すぎるだろあいつ。あんな弱いの。うん、ここどう。そもそもね、俺はこの人一人で部屋でライブ配信してたのよ。うんうん、そしたらナイトって配信者がいて、うん、そいつの刺客が俺のところに向かってると、うん、ポンプが来たのよ。リスナーでコメント来るでしょ。でポンプが来たから、じゃあインターホン鳴らせって。来てんだったらインターホン鳴らせって、そしたらこういう感じで来たから、うん、だからやってやるぞっつって、うん、でお前ボコボコにされて。何がボコボコされてた。ボコボコされてたじゃんお前。されてねえじゃん。3つだよお前友達。え、友達3つだろお前。これポンプさん、ポンプさんなの。何ポンプさんって。ポンプさんじゃないの。いや、ナイトのポンプっていうのは、うん、要はコメントのポンプ。ああ、なるほど。この人の名前すら俺知らない、うん、俺は配信者でもない。で、俺がナイトってやつから、ね、この前ね、うん、説明してるから、うん、ナイトってやつから、俺が2枚もらったのよ。はいはいはい。そしたら、こいつが、今俺のところに来たのが、うん、お前はこいつ、ナイトのことを。お、待って。こいつ、ね、待って、待って、今話してんだよ。名前も知らないからね。話してんだよ。お前のこと知らねえからよ。で、名前言えよ。な、俺、バールと包丁持ってきたけど、うん、バールと包丁置いて、手で潰したのよ。殺すわ。2回、3回ぐらい。殺すわ、なって言ってな。2回、3回ぐらい潰したのよ。で、だからこいつが突っかかってきたの。殺すわなって言ったんだよ。で、結局目的は何なのって話。だから目的は言ってんけだから。うん。な、うん、目的は何。お前が一番待ってるだろ、小田さん。2万円。うん。それは俺とナイトの問題じゃないの。うん、ナイトとお前の問題だけども。俺の問題。俺が、おかしいじゃん、その話聞いてよ、うん、いや、お前がおかしいと思ったとしても、ちょっと待って、それお前が俺のとこに、うん、ね、うん、2万円どういうつもりだって来る必要はねえだろ。
来る必要はねえんじゃねえの。ねえんだよ。俺は筋が違うと。筋が来たんだよ。筋だったら、じゃあ俺に電話してこいよ。お前の電話番号知らんねえ。こんな深夜に、お前の電話番号知らんねえ。筋が通ってねえよ。ちょっと、上野さんも中入ってくださいよ。うん。ありがとう。うん。中で、ちょっと、中で話そう。